空港の発着便情報赤字が遅延、欠航便。遅延便とは出港内し到着が予定より遅れている航空便。連邦航空局は15分以上の遅れをもって遅延と定義している。欠航便とは何らかの事情で運航自体が取り留めとなった便。遅延、欠航があった場合は搭乗予定客に対し、 運行会社から何らかの保証を受けられる場合がある。保証内容は、規則240、地域によっては、規則218のいずれかに準じる。規則240、218には保証の範囲と詳細に関する規定がある。例として、振り替え便が翌日になってしまった場合の宿泊費、払い戻しの方法、経由地の変更、電話代、 軽食代などが挙げられている。遅延が発生した場合、FAA では本来の発着順が早い順に遅延便に発着枠を割り振っていく。米国交通統計局では2003年より遅延の原因の統計を取っている。一般に以下の要因で遅延、欠航が発生する。9.11を発端とする航空会社の財務状況悪化に伴う 人員削減の影響で遅延便の数は上昇傾向にあるという。FAA の推計によると、米国航空会社は遅延により年間220億ドルもの損失を被っているという。米国では予定を3時間過ぎても中期したままにしておくと運航会社に過料が課される。ひとたび遅延や欠便があると到着後の予定を変更せざるを得なくなってしまったり、 接続便を逃してしまったりと、乗客にとっても負担となり、中には我慢の限界に達して怒り出したり、航空会社に立てつく乗客もいる。上述の過料は連邦に対して支払われるもので、搭乗客への保証には当てられない。遅延や欠航により宿泊が必要になった場合には、別途航空会社が宿泊費を負担するよう定められている。ただし、悪天候など、 航空会社に非がなかった場合にはその限りではない。米国では支援で4時間以上離陸しなかった場合、乗客1人当たり27,500ドルの過料を連邦交通局が徴収する。ヨーロッパでは支援が3時間以上に及ぶ場合、欠航、搭乗拒否を受けた場合には、乗客は航空会社から600ユーロまでの保証を受けられるとしている。ヨーロッパでは 支援が3時間以上に及ぶ場合、欠航、搭乗拒否を受けた場合には、乗客は航空会社から600ユーロまでの保証を受けられるとしている。ありがとうございます。